以上が定例報告っす。妙な動きは見せてないっすね、天文部は。はいはい、何かあったらすぐに報告するっすよ。んじゃ、風紀委員長さんもいろいろ気をつけてくださいっす。ではでは。さてっと、そこの物陰で聞き耳立ててる先輩、自分気づいてますからね。もう人の電話を盗み聞きするのは感心しないっすよ。んで、どこから聞いてました？聞いてないですか。もう嘘ついちゃダメっすよ先輩。後半あたりからずっと聞いてたの。知ってるんすから。ま、盗み聞きしたことは許しますが、今聞いたこと全部忘れてくださいな。忘れないと今日からずっと視線にビクビクする生活になるっすよ。あんま本気にしないでくださいな。じゃあ先輩、バイビーっす。おほー、先輩じゃないっすか。昨日ぶりっすね。ああ、そうそう、昨日の話誰にも話してないみたいっすね。さすがっす。先輩は気づいてないかもしれませんけど、実はすね、昨日一日自分が見張ってたんすよ。朝までずっと。気づきませんでした？よほどの忍者ジョークですよ。そんな本気にしないでくださいって。では申し訳ないっすけど、部活があるんで自分はそろそろ。じゃあ先輩、自分はドローンします。お疲れ様でした。ドローン。はあ、どうしましょうかこれ。お、あらやだ、先輩じゃないですか。あ、これですか。宣戦布告のポスターっすよ。天文部が風紀委員と生徒会、それから報道部に喧嘩を吹っかけてるんです。って言ってもしょっぽい悪口っすけど、ただまあよろしくない状況っすね。このポスターを見れば風紀委員は笑顔で突撃してきます。ハイブだーって、ま、違うっすよ、自分はポスターを貼ってるんじゃないっす。ポスターを剥がして回ってるんですよ。部長がいろんなとこに貼ったやつを。はあ、まあ口が固そうな先輩になら話してもいいっすかね。正体バラしますと、自分は風紀委員から依頼を受けてるんす。風紀を乱しそうで乱さない天文部を潰せるきっかけを探せって。風紀委員長、天文部の部長がいろいろやってるのは嫌ってるんす。性格もめんどくさいって点では見事に合致してますしね。だから天文部を潰したいけど、普通にしてたら天文部は潰せない。だから内部に潜入して付け入る隙を見つけろってことなんでしょうね。ただ信じてもらえないかもですが、自分は天文部を売る気はないっす。案外居心地いいんすよね、あそこ。先輩にもおすすめしますよ。任務に私情を持ち込むのは本来忍びとしてご法度なんですが、ガンガン任務に私情を挟むってのが自分のポリシーなんで。ってこんな話をしてる場合じゃないんすよ。ポスター早く全部回収しないと、風紀委員に見つかったらまずいっすよ。なんも仕方ない、頭下げますんで先輩も手伝ってください。